ようこそ光の仕事人。このコーナーは西関区をはじめ新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストお元気ですよ。まずは自己紹介をどうぞ。はい、皆さんこんにちは。私はリトルブックストア新潟の店主佐藤清江です。よろしくお願いします。はい、佐藤清江さん、ようこそおいでいただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう可愛らしいお声ですね。そうですか、本当に、まあ、もちろんお顔も可愛らしいんですけれども、お声聞いたらびっくり、はい、そんなリトルブックストアの、新潟佐藤清江さんなんですけれども、はい、まあ、一言で言うとお仕事はどんなお仕事ですか？はい、私の仕事は一言で言うと大人に絵本を広めたいというのをテーマにですね、あちらこちらに絵本を持って、絵本は楽しいよ、絵本を読むとこんなことが起こるよって、そういう絵本の配達人かな、そんな感じです。はあ、そうですか。なんとそのね、小さな絵本店を今年7月に、新潟市中央区本町下町にあるコンバインドカフェお徳屋十兵衛さんでオープンされた、はい、そうですね、ということですね。これは何かきっかけがあったんですか？はい、そうですね、私がですね、お店を出したいって相談に行ったら、ちょっとねと言われ、しょんぼりしてるところにお徳屋十兵衛さんのもつ煮を食べに行ったのがきっかけです。ああ、わかります。私もあそこのもつ煮大好きで。美味しいですよね。美味しいですよね。鍋持って行く人もいるんですって。あ、それはいいですねそのもつ煮をじゃあ食べながら、ちょっとしょんぼりしてた時に、そうなんです、お声がかかった。はい、お声がかかりました、どうしたのっていう一言で今のリトルブックストア新潟があるんですね。本当にね、あのお徳屋十兵衛さんってもう長方形に長くてね、はい、あの奥まですごい広いんですよ。そうですよね、はあ、その奥のところのスペースをじゃあ佐藤さんにっていうことで貸してくださった、はい、そうなんです、はあ、その時にどうしたのって言っていただいてから約1週間ぐらいで、本棚の下ろしとくからね、そこに運んでって言われて、そこからさ、わあ、すごい。オーナーの和田さん、はい、早いですね、行動が早いそんなリトルブックストア新潟がじゃあ7月にオープン、はい、もう一言で言うとどんなお店ですか？場所的にはなんかこう、私の持っている絵本が並び、はい、おすすめの絵本が並び、なんかいつでも自由にふらっと立ち寄って絵本を読んでもらえるような、そんな場所になってます。うーん、素敵ですね。じゃあ子供向けというよりも大人ももちろん行ってもいいってことですよね？もちろんです。あそこで、はい、あそこの机のところでご飯を食べながら家族で読みましたって方もいらっしゃいました。はい、嬉しいです。そうですか。はい、で佐藤清江さんなんですけれども、そもそも絵本との関わりが元保育士だったそうですね。そうですね、保育士でした。もう、はい、長年やられてたんですか？そう、17、18年保育士を、ちょっと年がバレちゃうんですけどやってました。はい、そこを経て、あと書店の児童書担当などもされて、はい、はい、そうですね、転勤してきたところの目の前に大型書店があったので、はい、その時に絵本を持ってお話し会やらせてくださいって言ったのが縁で、そんなに絵本が好きならぜひお勤めしてくださいと言い、はや20年経ってます。はあ、そうなんですね。いや、じゃあもともと本当に絵本が好きで、もう保育園でも読んでたし、はい、書店でもね、はい、そういうこうディスプレイも楽しかったでしょう。そうですね、はい、なんかこの自分のテーマに沿って絵本を並べてお客さんが喜んでもらえるっていうのはすっごく楽しかったです。うん、ですよね、はい、そこで絵本をもっともっと知ってみたいと思って、絵本専門誌という、はい、そうですね、学びをしたという、はい、そうです。絵本専門誌って何ですか？絵本専門誌って絵本というものをただの絵本ということではなくて、いろんなジャンルから芸術として、そしてまた、ですね、
絵本の成り立ち、うん、歴史から、うん、絵本はどういうものであるかっていうのを徹底的にこう学ぶ1年間でした。うん、難しくはなかったですか？難しかったです。そもそも本当にいろんな人が集まっていて、出版社だったり版元さんだったり大学の先生だったり、本当にいろんな全国から集まってきて1年間共に勉強したので、今でもやっぱりつながっています。いいですね。そんな絵本専門誌を学び、そして絵本セラピストにもなったんですよね。はい、そうですね。これが今のリトルブックストアの原点というかなってます。はい、この大人への絵本セラピーっていうのはどういうものなんですか？そうですね、絵本専門誌の最後に児童文学者の柳田邦夫先生が、はい、大人に絵本を、大人が絵本を読める場所ってすごくおっしゃってたので、そうかって、今まで随分子どもと絵本を楽しんできたけど、ちょっと大人にね絵本を伝えることってやってみたいなと思ったんですけど、でも実際に大人に絵本を伝えるって読み聞かせかなと思ってたところに、絵本セラピーっていう言葉が入ってきたので、ちょっとこれは自分でまず体験しようと思って、すぐに東京に体験に行ってまいりました。結構あれですね、今まで話聞いてると、思いついたらすぐみたいな。そう、直感ですね。へえ、でも大体直感って当たりますよね。そうらしいですね。はい、直感で動くとスムーズに進むような。そうですね、決めてから考えるってことですね。はい、そうですね。で、東京で行って、じゃあ絵本セラピーっていうのを受けたんですか？はい、まず自分で何でも受けてみてからどうしようかって考えるので受けてみました。はい、どうでした？ご感想は？不思議と、はい、絵本ってやっぱり小さい時に体験してるものなので、まず絵本を読んでもらうっていうことが癒しになるんですね。ああそうだ、あの時あんなことがあったなーなんて、絵本に自分のことを重ね合わせる、そうなんです。よく子育て中のママさんが絵本セラピーとかに出ると泣いちゃうって言いますよね。私がやった中でも、ペットの死を思い出して涙が止まらなくなって、それをみんなでシェアしたことで少しすっきりしたって方がいらっしゃいました。キヨシさんは何かこう思い出して涙するっていうのはありましたか？まだないんですね、それが。根っから明るいですね。いやいや、もう感動に蓋が重い蓋があるかもしれないね。そうですか、まあ、そんな絵本セラピーを受けて、はい、じゃあセラピストになろうと。そうですね、これで条件が揃ったと思いました。まず居場所があること、そしてそれをきっかけに癒しと、それからシェアをすることがすごく大事で、そうね、セラピーで自分の思いをまず紙に書いて、それを他の人とシェアすることで、あ、自分だけじゃないんだって、こんな風に思ってる人もいるんだっていうことが、やっぱりすごく自分を解放するんだなっていうのをやってみて感じました。そうですよね、確かに人に話すことで自分が癒されるっていうのはよくあることですよね。そうですね、なんかセラピーを受けた方の中には、もう本当にあの人がどうしたの、この人がどうしたのって噂話で、もう本当疲れていたけれど、やっぱりこういうふうに同じもので話をするってすごくいいことだって言って、もう2回目も受けてくださった方がいらっしゃいますね。そうですか、リピーターになってね、はい、嬉しいですよね。嬉しいです ね、はい、そんなリトルブックストア新潟さんなんですけれども、はい、いろんな活動をされてまして、はいはい、佐藤さんは絵本で人と人とが出会うっていう場面を作りたいっていうことですね。そうですね、絵本はまあきっかけになるんだけど、そこで出会った人たちがまた何かを見つけて、その人たち同士がお友達になって広がっていくっていうのがすごくやっぱり私も楽しいし、なんかためになってる、少しためになってるのかななんて、はい、思ってます。そうですか、はい、まあ、この出会いっていうのは、婚活っていう意味だけではなく、もちろんですね、本当に同性の友達でもいいですし、はい、
ね、話せる仲間が作れるっていうのもいいですよね、はい、そうですね、やっぱりなんか絵本は子供だけのものなんて置いとくのはもったいないと思ってます。まさしくそうですよ、はい、私も絵本大好きなので。あ、そうですか、はい、まあ、今までは子供に読み聞かせを家でしてたんですけど、だんだん子供が大きくなってくると、そうですよ、ね、読み聞かせる時間がないじゃないですか。そうですね、だから自分のために読んだり、人に聞かせたりっていうのもいいですよね、いいと思います。読んでもらうって、はい、私もそうですけど、読むだけじゃなくて読んでもらうってすごくなんかこう心が落ち着いて、はい、もう一人でニヤニヤしながら妄想してますですよね。そんな、ご縁結びなんですけど、はい、実際に婚活みたいな男女の合わせるご縁結びもやってられたんですよね。そうですね、なんかこう結果として本当になんかこう、あ、嬉しいってなるのってやっぱりいろいろやったんですけど、ご縁結びが一番かなって思って、はい、今結構1ヶ月に1回やっていこうって。おお、すごい。はい、1対1でもご縁が結ばれるか結ばれないかは、まあ、その人たち本人なんですけど、はい、私の中では1ヶ月に1回やっていこうって今決めました。実際にお付き合いに発展したっていうカップルもいらっしゃるんですか？そうですね、あの実際に連絡取ってますって方もいらっしゃって、私のちょっとですね、最大のことをお話ししていいですか？どうぞどうぞ。これもしご縁結びで、生涯のパートナーとなった時には、はい、ご縁結びで紹介した本をプレゼントしたいなって思っています。はい、そこまでもね、はい、なんかパッケージでなってるっていうところが素晴らしいなって思いますけれども、ありがとうございます。じゃあコツコツと月1回続けていくっていうのを決めたんですね。決めました。じゃあこのラジオ、また YouTube ご覧の方、あ、ちょっと出会いが欲しいとかね、はい、今寂しいなとか、はい、誰かにこの気持ち聞いてほしいっていう人は、はい、この絵本でご縁結びに参加していただきたいと思います。はい、お待ちしてます。その他にもね、絵本でちょい飲みとか、絵本でデトックスとか、ね、テーマに沿ったものもやってるんですね。結構絵本でちょい飲みは、もう本当に楽なもんで、まあ、例えば口癖ありますかみたいな、聞きながら、はい、じゃあこれ読みますっていう口癖、面白い絵本を読んだり、はい、なんかそんな感じで笑いながら、ああそうだよねってさらにそれの話が発展するみたいな、はい、面白いですね、そのテーマに沿った、はい、トークもできるし、絵本もね、読んでまたその絵本の感想もシェアできるじゃないですか。そうですね、この間6冊用意してたんですけど、はい、もう3冊でもうすでにみんなが盛り上がって盛り上がってあとの3冊はいっかみたいな。いいですね。そのゆるさがいいですね、清井さんの。そうですね。本当になんかこう、ゆるく楽しく、自分たちでシェアできるっていうのが、私はすごい好きです。そうですか。はい、じゃあ番組の後半も、まだまだイベント企画などなどお話伺っていきたいと思います。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事人、今日は、リトルブックスター新潟の佐藤清江さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さっきから気になってたんですけれども、はい、その白いニットの上に、はい、こう素敵な、はい、ネックレス、これは馬のあれですか？そうですね、馬蹄の、馬蹄、はい、スワロフスキーを入れてもらいました。馬がお好きなんですか？いや、なんかハンドメイドさんがいて、ええ、私にこの丸い感じがよく合うよって言われて、はい、で赤が最近すごい好きで、ね、時計も赤でいらっしゃって、はい、バッグも赤で、あ、はい、そうです、合わせて、はい、合わせてきました。ありがとうございます、気づいていただいて、素敵な佐藤さんなんですけれども、はいはい、今までね、いろんな企画をされていて、はいはい、コラボもね、お得意ですね。そうですね。はい、まずはアミエルユニゾンプラザ店さん、はい、あのユニゾンの中にあるあれですよね、福祉作業所の人とかが作ったものが売っているところですか？はい、そのお隣の、はい、
青山メディカルさんが置いてる福祉用具を置いてる場所があるんですね。はい、はい、あそこで、そこでどんなイベントを。あ、そうなんです。実はですね、11月30日が絵本の日なんです。あ、そうだ、はいはい、そうなんです。それ、うん、その絵本の日を皆さんに知ってほしくって、うん、はい、青山メディカルさんに相談をしたところ、はい、ぜひじゃあうちを使ってくださいということで、それに山中さんのポカポカフェアという、はい、わかります。山中さんの、私足首ウォーマーが欠かせなくて冬。あ、そうで、人気ありますよね、山中さん。人気ありますよ、はい、だって手首、足首、首、うん、全部首を温めるといいって言うじゃないですか。そうですよね、ねー、あったかい。ポカポカフェアも、じゃあ同時開催ですか、これは。そうなんですね、私たちお願いしたら、うん、あ、じゃあ山中さんの抽選会をやりますよって言ってくださって、はい、今準備中です。これが11月の、はい、29日。もうすぐじゃないですか、はい、今ですね、絵本好きさんから5冊ずつ、はい、好きな本をセレクトしてねとお願いしたら、皆さん心よくポップまでつけてくださって50冊並べます。50冊、はい、まあ絵本好きにはたまらないですよ ね、それ見るだけでも。私なんかこうお部屋に今並んでるんですけど、はい、もう自分で夢中になって読んじゃっているところです。いいですね。はい、はい、それが29日日曜日、はい、午前10時半から午後4時までアメールユニゾンプラザ店で開催します、ね、ぜひ遊びにいらしてください。和菓子屋さんとのコラボ、和菓子屋さん、はい、うん、お名前出してもらいますね。どうぞどうぞ。はい、マリア本店さんの、うん、はい、若奥さんと、はい、私がですね、和菓子の絵本、和菓子の本っていうのがあって、民間書店から出て、あれをですね、どこかのお店の和菓子屋さんに置いてほしいってことで、突撃に行きまして。すごいですね、突撃で。そうなんです。そこでちょうど若奥さんいらっしゃって、私も絵本が好きなんですって言って、じゃあ和菓子と和菓子の絵本でコラボしませんかってなったんですね。はい、これはいつですか。12月の5日ですね。ここにですね、三味線がつきます。お、はい、似合いますね、和菓子とまた三味線が、はい、そう、小沢亭でやります、はい、わー、素敵なまた場所ですよ、小沢亭。午後の部が埋まったんですが、はい、10時からの部が若干ですね、はい、空いておりますので、はい、よろしければぜひ、はい、10時から空いてますよ、はい、っていうことです。はい、他にもまだまだありますよ、ワイナリーオーナーとのコラボ。そうですね、これはどんな。これもですね、私、和菓子、マリアさんにいた時にこんなお菓子がありますって、お干菓子って知ってます、はい、白くて、はい、いろいろ、それを見た時に、あ、これに合う絵本を読みたいと思って声をかけたら、牧野カーブドッチの、はいはい、すぐ近くですよ、はい、そこでオーナーさんが、はい、じゃあ一緒にやりましょう、でこれは五徳屋さんでやります。そうですか、はい、いやすごいですね、このひらめきというかアイデアが豊富で。そうですか。これはあれですか、今までにやっぱり、まあ、保育園時代、保育士時代もそうだし、書店時代も今までいろんな企画されてきたでしょう、はい、それが生きてるんですかね。まあ、それも多分すごく生きてると思うんですけど、うん、なんかもう少しこの新潟の街を絵本で、あ、こんなところに絵本がある、うーん、ラーメン屋さんでもラーメン地獄、いろいろ本で絵本があるんで、困ってるんで、あ、こんな絵本があるって、なんか至る所にね、絵本があって気軽に読める、もう子供からお年寄りまで、そんな街づくりがちょっと大げさなんですけど、できたらいいなぁなんて思ってます。もっと身近に気軽に手に取ってほしいっていう、そうですね、図書館とかももちろんなんですけど、ちょっと待合室に本があるっていう、そういうイメージでちょっと今活動してるんですね。そうですよね、いいですね。そんなね、イベント、じゃあ今後はね、こんなコラボしたいっていうのもあるんですか。そうですね、うん、今後はですね、ま、お、絵本でご縁結びは県外どこでも行きますって言ったら青森から来てくださいとか言って、ま、絵本セラピスつながりなんですけど、企画したいとか言って行きますとお返事した子なんですね。なのでちょっと婚活したいけど今までとはちょっと違う婚活したいっていう市町村の方がいらっしゃいましたら、こんなところで宣伝させていただいて、いいと思います。ぜひぜひ私参らせていただきます。だって今ね、結婚
婚しない若い方が増えているので、うん、それで少子化にも結びついているので、うん、やっぱり何とかしたいって思う気持ちはあるけれど、うん、なかなかうまくいかない、うんね、そういう絵本ってこうなんか柔らかい気持ちになるじゃないですか、読むだけで。そうなんですよね、やっぱり従来の婚活よりもうちょっと、うん、あのハードルが低くて、絵本でやるから参加しようよ、うん、行ってみたいねみたいな感じ の、うん、あの婚活ができたらなって思いますよね、はい、じゃあそんな佐藤さん本当にイベント引っ張り役です、ね、12月10日は絵本で本若タイム。そうなんです、これは中央区の本町ラプソディ、あそこね、いい場所ですよね。そうですね、はい、これはどんな本若タイムなんですか。もう本若です。本若です。お茶飲み感じですか。なんかそこはなんか、うん、あの買ってきたものを食べたりすることができる、はい、持ち込み OK で、はいはい、なのであの本若でいかがですか最近みたいな感じでじゃあ読みます。はい、ですね、はい、ちょっとあの1月には、はい、日本昔話かるたっていうのがあって、はい、そのかるた取り大会の後に昔話を読ませてもらおうかなって、はい、昔話も私好きです。そうですよね、聞きたい。いやいや、私が聞きたいですそして、12月13日日曜日は本を紹介し合う会。そうなんです、これはリトルブックストアの、はい、はい、絵本っていうと、わりかしまだあの入り口が狭いので、本を紹介しようって、本なら何でも OK ですって、コミックでも、あの写真集でも、はい、そこであの私の一冊ということで、3回やったのかね、1ヶ月に1回で。自分の好きな本を持っていけばいいんですか。もちろんもちろん、はい、どんなところが好きなのかとか。最初は紹介し合って、うん、あとは交換して、はい、あ、交換するんですね。そうですね、はい、5人いれば一度に5冊の本に出会えると。あ本好きにはたまらない。そうですね、あと、まあ、本は何読んだらいいのか分かんないなって方でも、来てくださればきっと出会いがあるのかなと思います。そうですね、そして年末最後は12月27日日曜日、はい、絵本でご縁結び、さっき言ったね、はい、はい、婚活ですよ。です、ね、まあ、でも婚活ってハードル高いので、もうちょっと遊びに行こうかなっていう感じでいいですよね。本当にそんな気持ちで来ていただいて、はい、ご縁が結ばれて、ご縁が結ばれなくても次があるという楽しみもあるので、うん、はい、ぜひもう来ていただければなと思います。はい、これもリトルブックスター新潟で行います、はい。もういずれのイベントもなんか参加申し込みとかいるんですか。あ、一応ですね、私のフェイスブックで参加しますって言っていただけると、はい、嬉しいです。わかりました。じゃあ佐藤清江さんでこう検索していただいて、はい、申し込みますっていうね、はい、メッセージをいただければ嬉しいです。そうですか、いやもう本当7月からオープンしたと思えないぐらいハードスケジュールというか、まあね、そうですね、積極的な半年でしたね。でも多分私一人だけじゃできなかったと思うので、やっぱりそこでつながっていて、あ、いいねいいね、面白そうだね、やってみようって言ってくれる人がいるからできるのかなって、うん、すごいまたご縁に感謝です。はい、ですか。で、毎回ゲストにお聞きしてるんですけれども、はい、清江さんの人生を楽しむコツって何でしょうか。はい、私の人生を楽しむコツは溢れ出る好奇心に抗わない、おということです。あ、じゃあもう溢れ出していってそのまま突き進む。そうですね、はい、それこそ直感ですね。直感いいですよね、はい、私の直感大好き。やった、一緒で本当に直感のまま進むと、さっき言ったように物事がスムーズにいって、うん、あ、これはなんかお先祖様とか応援してもらってるのかななんて。そうですね、うん、はい、多分このままずっとずっと80代抜け抜けていくのかな、うん、なんて思ってます。いや、なんか本当清江さんって将来可愛らしいおばあちゃんになってそのおばあちゃんになっても絵本を読み、うん、皆さんに広めてるのがイメージ今できました。そうですね、ありがとうございます。本当に楽しい人生を過ごせるかなって、うん、そうなんですよ。もう私清江さん出会う前にご主人の方が先にね、はい、あの知り合いになって、はい、もうご主人も優しそうでね、いい方ですよね。本当になんか表にはだってはあのそんなに
なんですけど、やっぱりカフェで応援してくださったり、応援してくれたりするので、本当になんかありがたいなって思ってます。夫婦円満の秘訣は何ですか？夫婦円満の秘訣は、お互いに好きなことをしながら、たまにちょっとデートする。ああ、はい、いいですね。私も晩年はそれを目標に。はい。だって好きなことそれぞれ違うじゃないですか。そうですよね、なんか自分の趣味を相手になんか押し付けるのも嫌だなぁなんて思うので。そうですね、じゃあお互いがそれぞれ自由な時間を過ごしつつ週に一度はデートしてるんですか？いや1ヶ月にね、1回ぐらいか。え、1ヶ月に1回？そうなんです。少なくないですか？もうだって予定が入っちゃったりしてるから、いいですね。今月はどこ空いてるみたいな感じで、ここみたいな、ここに温泉に行こうかとか、旅行に行こうかなっていう感じで、はい、そうなんです。いやー面白かったです。ありがとうございます。もう話ずっと聞いていたんですけども、最後に、はい、じゃラジオを聴きの皆さんに一言、はい、メッセージをお願いします。はい、今日は、リトルブックストア新潟のお話を聞いていただきましてありがとうございます。どこかで絵本でというのを見かけましたら、ぜひリトルブックストア新潟思い出していただき、またぜイベントにですねご参加いただけると、実際にお会いできてお話ができるので、それも楽しみの一つです。では皆さんよろしくお願いします。はい、今日のようこそ光の仕事人はリトルブックストア新潟の佐藤清江さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。